テイルズオブエクシリア2やっていきます。今はイルファンにいます。今からラフォート研究所に入ってみようかな。ここでは最先端の精霊術研究が行われている。一般市民は立ち入ることはできないが、あなたはクラン社のエージェントですね。どうぞお通りください。へえ、いいんだ、ラフォート研究所。ん？敵内系だよね。最新の精霊術といっても全てハウゴ博士が500年前に確立した基礎理論の応用です。ここで働いていると改めて精霊術の根本を発見したハウ博士の偉大さを思い知らされます。へえ、そういうもんだったんだ。アジュールとイルファンの研究員さんが手を取り合ってるって感じかな。最近じゃあガイアス王の後押しもあって、アジュールの特殊な術式が解明されたり、エレンピオスの研究者が出向してきたりと、ここでもいろんな変化が起きてるよ。例えばここ、あ、入れないんだ懐かしの地下水路。クラン社の方を投資するようにと上から仰せつかっています。ここが軍事施設ではないことを証明するには実際に中を見ていただくのが一番ですので。なるほどな、そういうあれか。今よりもずっと昔はここで黒曜石の研究や加工なんかもしていたらしい。近くに良質な産地があったとかで、ラシュガルの代表的な特産品だったそうだ。黒曜石が欲しいって依頼が今出てますね。どっかに落ちてたりしてないかな。にゃー綺麗な色だね。にゃー、ナナリー。俺は研究者として新たな分野を切り開くために志願してこのラフォート研究所に来たのだ。エリオボーグのオリジンなんか問題にならないくらい新技術を生み出してみせるぞ。決してヘリオボーグの試験採用試験に落ちて仕方なく来たんじゃないからな。頑張れ。見返すぐらいの気持ちで。ポコ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 。ずっとここにいると意識がどっかに行っちゃいそうね。笑えないんだよな。反対側の部屋。この研究所に配属されて驚いたのは、マナを吸収する技術が確立されていたことだよ。しかも膨大な実験データまで揃ってるんだが、どうやってこれほどのデータを集めたんだろう。500年前がうんたらっていうのは、それを、その、現代の技術に当てはめたのが、ハオ博士がすごいっていう話よね。エデンピオスから妙な研究者が出向してきたんだ。魔物や精霊に異常に興味を持っててさ。まあ研究者なんてみんな妙なんだが、そいつは見た目からしてかなり妙なんだよ。第三区画に来ました。なんて広い敷地なのかしら。移動するにも一苦労よ。うろうろしてるのは迷ってるわけじゃないからね。確かにさ、部屋が広いならいいけど、こういう、こう、形にする意味はあったんかね。研究者といっても、いろんな考えの人間がいるからね。どうしたって、派閥みたいなもんはできちゃうよ。ここの場合、親エレンピオス派、じゃない、新エレンピオス派かどうか、踏み絵になっている感はあるね。この人か、エレンピオスの人。ただの貯蔵庫にわざわざ見張りを立たせるってどういうこと？あれって絶対何か隠してるでしょう。ほう。勘繰りすぎだ。確かに貯蔵庫の場所で、かつてクルスニクの槍が開発されていた。だが開発設備は爆破されてしまい何も残ってないのだ。開発データもシェル解放直後にクラン社のエージェントが乗り込んできて全部持ち去ってしまった。それっていいんだ。むちゃくちゃだが、クルスニクの槍自体が非合法の兵器だから表立って文句も言えないのだ。そういうもんなんよ。なんて書いてあるんだ。ここは実験で生じた廃棄物、危険物の貯蔵庫です。危険物取扱資格を持つ方のみ入室を許可しております。こ
レイヤー的には入り口マークがないので入れないですかね。たまには気分転換でちょっと上から眺めたり、ここからの方が広く見渡せて警備にも役立つしね。まあそういう自分の仕事の楽しみ方ってあるよね。エデンピオスやらアジュールやら多くの人が集まってるんだよ。試作とはいえさ、やっぱり慣れないよな。君アジュールっぽいけどね。あ、黒曜石だ。あ、クルスニックの槍の素材として使用されてたんだ。そういう意味か。ボルダ級方面の道ですね。ミューゼエピソードあるんだ。でっかい建物だろう。これがオルダ宮だ。以前は王宮であり成長でもあったが、今はそのどちらでもなくなっちまったね。でかー。なんでミューゼここにいるんだろう。なんか言い合いしてる。違うわ。ハニー、僕も幸せだよ。確かにめっちゃ近い。ダーリン、私とっても幸せよ。信じられないぐらい近い。グッてしてる。グッ。ガイアスいた。皿洗いの話してる。もっとこうイルファンの話聞きたかったな。オルダ宮入れないんですか。オルダ宮は現在役所として機能しています。どなたでもご利用いただけますよ。やった。オルダ宮に入れるのは王の許可を得た者だけだって言えない日が来るなんてなんだか寂しいです。クスン。はい、オルダ宮に来ました。いらっしゃいませ。こちらはラシュガルオルダ役所第一出張所になります。こんな格好してますが、国民の皆様の生活のためにお役に立てればと思っています。警備員ですね。エデンピオスの方に大人気。上層階へはこちらのレンガ陣をご利用ください。あ、起動中を走り回ったり陣の外に身を乗り出したりしないでくださいね。乗り出したらどうなるんだろう。体がバラバラになっちゃうかな。2階に来てちょこちょこね、話せる人いると思うんだよね。ちょこちょこどころかいっぱいいる。職務内容は確かに変わりましたが、ここが戦場であることに変わりはありません。戦う相手が目に見える敵から目に見えぬ締め切りになっただけですよ。なるほどね。本日はどちらの課にご用でしょうか。もしわからないときは署員にお気軽にお聞きください。みんな兵士の格好をしてますので、すぐにお分かりになるかと思います。そこよね。しかも武器持ってるしね。お役所になってくれたことはありがたいんだけど、署員の格好はどうにかならないのかしらね。兵士のままで丁寧に対応されると何とも言えない違和感があるわ。ゲーム側はそれが分かってわざとやってるってことだよね。新しいこう署員の格好を用意するじゃなくて、もうこれがイルファンのやり方、リーゼマクシアのやり方なのかもしれない。いらっしゃいませ。ご利用の際はお申し付けください。すみません、どうにか言葉遣い慣れないものでして。丁寧語がっていうこと。オルダ宮がお役所になってだいぶ生活に役に立つようになったわい。今まで入れなかった場所に入れるし、住民の憩いの場になっとるぞい。いや、いいよね。そんな気軽に入っていいのかな。だって無料で入っていいんだったら普通にこう、それこそ憩いの場として気軽に来ちゃう。でもお役所か。どの程度気軽に利用していいんだろう。なんとも緊張感がなくなってしまい、とても寂しい限りです。お子様の相手をすることは別の緊張感があったりするんですが。お子様、生活会お越しでしたら通路を出られまして右へお進みください。そして突き当たりを右に行って次のカードを左、あ、いや右だったかしら。確かに何の部屋か見るべきだったわ。こちらはお手洗いではありません。肝心のお手洗いの場所なんですが、私もオルダ宮は広すぎてあんまり分かってなくて。なんかあれだよね、ゲームってトイレなかなかないよね。
シルバーメイルはお金がなくて買えなかったんじゃない？今ガイアスと誰だった？あ、そうだ。アルビンだ。シルバーメイル。いや、持ってる。失礼。あ、子供相手に。パチ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 。国民の皆様のために働くというのはこういう形もあるんですね。兵士として戦っていた時とは違う充実感や達成感があって楽しいです。そう、前作思ったんだけど、その兵士たちが、なんか、国政っていうか作戦とか立ててて、そう。なんかそういうもんなんやと思って、体も張れるし頭を使うこともできるんだって。ちょっと言い方失礼だななんて言えばいいかな。こうして通路を回ってゴミを拾うのが私の任務です。オルダ級の衛生維持が目的であり、決して軍が暇だからではありませんよ。大事よね、掃除。誰かが拾う仕事をしないと。にゃー、えらい特徴的な色だね。いやー、なんて名前なんだ。キールキールか。エターニアのキールかな。声優さん的にはクレインさん。まったくお役所ってのはどうしてこうたらい回しにするんだ。生活福祉健康推進課に行きたいのに全然つけないんだぜ。研究に極意は粘り、とにかく諦めず気長にやることだね。まあそちらの目的が達成できた頃にまた様子を見に来てくださいよ。ピンク色の人だ。私どもは特殊なアイテム開発量産研究をしています。いつ達成できるのかって、それが分かったら苦労しませんよ。あなただって自分の目的が達成できてるか分からないでしょね。エレンピオスの緑化計画に我々も参加できないかと考えております。やはり木の緑や色とりどりの花々は人の心を癒してくれますから。うん、この辺なんか読める本ないかな。まあいっか、なさそうだね。次、当役所のシンボル睡蓮のレプリカはいかがです。特産品として知名度が上がってきてるんですよ。あ、これオルダ宮に飾られている睡蓮、ラシュガル睡蓮品評会で優勝した睡蓮の実が飾られる。へえ。教育委員会の運営改革を進めております。医学部門の強化を図りたいと調節中です。ただエレンピオスのような技術力も必要ですので、工学系や科学系の底上げも極むと思われます。いや、考えることはたくさんあるよね。以上。あ、そうだ、部屋のあれを見るの忘れてた。今のは会議室。入る前にわかるんだよね。第一書庫。今度こそ読むものありそう。ないか。住民登録の変更は以前よりもだいぶ簡素化されました。とはいえ未だに国民の皆様からは面倒くさいというお言葉をいただいておりますので、改善に努めます。読めるものなし。次、採用会。また部屋の名前見てなかった。越見の間。ここに誰かが座る日は来るんかね。こう懐かしいな。またいいんすか、この宝箱取って。よくここまでちゃんと来た。ガイアスまんじゅう、トゥールビオン、ローエンの武器。所持数1ってこと思ってるな。エクシード AC が1アップする。どうしようかね、これね。 AC が1アップするのと、
ブーツを履いて総合的にステータスが強くなるのはどっちがいいんだろうね。エターニアの時はこういう系つけてたな。ラポート研究所で妙な研究に打ち込んでいる変わったやつがいるんだってな。あそこも軍事利用されなくなって研究所じゃに変な余裕ができたってことか。なんだろう、言ったけどよく分かんなかったな私それは。あ、これいい武器使ってるか、要黒曜石を持ってるか、俺は武器は自分で作る派なんで譲ってくれると助かるんだが、屈強冒険者。さっき宝箱から拾ったので落としますか。大丈夫かな、悪用しないかな。だってクルスニクの槍だの素材だったんでしょ、よく加工できるよね。ではイルファンを出てバルナウル街道行きます。綺麗だな。なんかさ、一応さ、この袋とキラキラするやつを取って回ろうとしてるのね毎回。イルファン暗いからめちゃくちゃ分かりやすい。3マップ行った先、まだこの西側行ってないんだけど、3マップ行った先はなんとあのガンダラ要塞でございます。反対側からはね行ったし、中は入ってないんだけど、こっちからはどうなのでしょうかという感じですが、入れないですか。ガンダラ要塞は現在内部を改装中だ。通行はできない。リーゼマクシアが統一され、この要塞も役目を終えた。改装が済み次第、街道は自由解放される。もうしばらく待ってくれ。今作の話のもうしばらく待ってくれということなのでしょうか。どうなんでしょうか。リンクアーツ、それなりに様になってきたわね。結構やるじゃない。お褒めいただき、光栄のお叱り。すごいよ、ルル。もうちょっとで友達100匹できちゃうね。にゃーん、ギガンドモンスターぽい。回復役がいないんだけど、マジでやる気かということで行きましょう。仲間を呼ぶだと。次はイルファンからアルカンド出現で、こっからファイバザーバード商屋に行けるんだっけ。こうして、こう乗ってきたわよ。やるかっけ。あ、待って、つけてないんかなスキル。これ謎に刺してしまったんだけど、ミラのさ、飛行機やろうと思ったらスペシャルがないんだよね。ミラ今飛行機できないっていうこと。スペシャルってなんかこう物語のタイミングで勝手に覚えたよね。あの漢字から覚えるんじゃなくって、で前作のミラってあの4つの属性をなんかこうエレメンタルスフィアだっけかなんかで攻撃してたよね。覚醒したら飛行機使えるようになるんかな。ファイザーバード商屋の南部ですね。いやもうほんといろいろリーゼマクシアかなり巡った気がしますよね。テンポよく行きましょう。踊りたくなるわね。最強の最小を目指しますよ。最強の最小か。あ、最強の最小ね。最小限にこうな戦いをするとかそういう意味かと思った。トモンカンタービルドガー、やった。助かるよ、ルドガー。ジジイも意外に強いでしょう。魔法同士のリンクアーツっていいよね。リンクエッジいい感じ。さすがは大聖帝。ジジイスです。波動が氷結し、光も闇に凍る。無情なる所業にバンカオグランドフィナーレ。クエスト受けます。歴史マニアさんから、オルダ級の陸家文書の内容を考察した最新の学術書がオルダ級の第二書庫にあるらしい。何度か入手して仲介人に渡してくれとのことで、前読み物があったのこの辺じゃなかったっけ。でも最新なのか。あ、待って、テーブルなんだろって言ってたっけ。
これ人間の世界には本当にいろいろな本があるのね。これは異能の書？それ面白そうだな。貸し出してもらおうぜ。あったよ。この本が陸家文書考察だ。ん？陸家はラシガルの貴族でね、賢者クルスニクの末裔を名乗る6つの家なんだ。それぞれ陸家の文書と言われる謎めいた古文書を伝えていたんだけど、実はリーゼマクシアとエレンピオスの分断の真実が書かれてたんだよな。へえ。うん、この考察書もそう断定してる。ただ1000年以上前に正しい伝承を与え、歴代当主も真実を知らなかった模様だって。そうね、知っていたら殺されていたはずだもの、以前の私に。ああ、そっかそうだったね。そういえばなあ、オリジンの審判開始とシェルができたのってどっちも2000年前なんだよな。確かにね。うん、始まったのはオリジンの審判だけど、最初は先代マクスウェル様もオリジンの審判に加わってたんだものね。へえ。だが審判開始後、マクスウェルは単独でシェルを形成し世界を分断した。はいはいはい。結果カナンの道しるべのいくつかはリーゼマクシア側に隔離されてしまった。つまりマクセル様の行動が審判の難易度を跳ね上げたってこと？ああ、どこまで意図的かはわからないがな。道しるべ入手のためにまずシェルが存在しない分世界を見つけなきゃいけなくなったんだ。確かにね。でも獣人たちがシェルを開いたおかげでその障害はなくなった。その上ルドガーがクルスニクの鍵の力に目覚め、審判クリアのお膳立てが揃った。はあ、これって偶然なのかね。すげえ大事な話をクエストでやってるけど。待って、この本の新発見の古文書が載ってる。読んでみて。始祖文書、意志を継ぐ者、精霊マクスウェルに従いし我らこそ始祖クルスニクの意志を誠に継ぐものなり。四大精霊ってこと？我ら時空の呪いを吐きせん、我らに無の審判は不要、我らの魂は永劫不朽、元素によって仮初めに循環す、円環は閉じてこそ回る、この一宇の天地こそ誠の理想郷なり。どういうことだ？どういうことなの？マクスウェルに従ってリーゼマクシアにこもった人たちはオリジンの審判を拒否するって宣言だと思う。待って、難しくなってきた。リーゼマクシアの人が？審判がどうなろうとリーゼマクシアには無関係だってのか？おそらくそうよ。本来全時空の魂の循環はカナンの地のオリジンに依存してるけど、リーゼマクシアだけはマクスエル様が循環を代行していたし。なるほどね。だからこそリーゼマクシア人だけがゲートがずっと発達したまま退化してないってことでもあるのかな。納得。それは他がどうなろうと構わないわけだ。そうよね。しかもリーゼマクシアって孤島だし、本当に他者に干渉をしないみたいな意思を感じるよね。まさにエンカウントして閉じた理想郷だったんだね。確かにね。世界の仕組みだけはな。けど住んでるのはリーゼマクシアもエレンピオスも同じ人間だ。自分たちを特別と思っている人もいれば、他人を見捨てられないお人よしもいる。柔道、あなたたちがシェルを開いてルドガーと出会ったのはきっと偶然じゃない。うん、本当の理想郷を願い続けた人と精霊が築き上げた歴史の結果、そう信じるよ。ところでこの本妙に傷だらけなんだけど。あら、ほんと、まるでニャニカに引っかかれたみたい。まあ別にいいだろ、本の状態は依頼に含まれてなかったし。依頼達成ってことで仲介人に報告しっちまおうぜ。そういう思いやりのなさが世界の危機を招くんじゃないかしら。やっぱりかあはは、すごい興味深い話をしてましたね。
陸家文書考察。陸家文書の内容を考察した最新の学術書だが、新発見に関する部分は破られてしまっている。あー、もう完全に読めなかったってこと？まあでも、ところでって言ってたから今読んでた内容ではあったんかな。残念ながら返済のお時間でございます。結構もう返したね。250万ガルド返済。ここまでできる男そうはいないんじゃないかな。いや、 RPG で250万稼ぐことなんてなかなかないよね。さっきまで白いの何もなかったのにいきなりめっちゃ増えた。兄の奇跡にリドーさんから、 J コードがシャンドゥの行商人の元に流れたらしい。とっとと回収してクラン社に持ってくるんだ。あー、懐かしいね。そういえばそんなことあったね、 J コード。シャンドゥの闘技場のところですね。偶然手に入れたんだけど中身を見る方法がわからないのよ。欲しいならあげるわ。値打ち物じゃなさそうだし。 J コードにユリウスが残したデータディスク。ご苦労。これがユリウスのデータディスクか。どうせつまらない記録をせこせこ書き連ねてるんだろう。リドー前副長室ん？リドー前副長室長違うえリドー前副室長の能力査定の可能性もありますが、一応確認してみるか。世界破壊数33。この1年外角の力が全く進化しない。成長しないってこと？あ、でも成長と進化は違うか。これが俺の限界なのか。これでは一族の期待を裏切ってしまう。ユリウス前室長が分子世界を33個破壊したのは15年前ですね。そんなにあるんだ分子世界。世界破壊数35。リドが妙な噂を持ってきた。あいつにはつまらない噂をせこせこ集めて騒ぐ癖があるが。あいつにはって言ってるよ。今回だけは珍しく調べてみる価値がありそうだ。かの野郎。世界破壊数38。橋の噂は事実だった。橋？架け橋的な意味？クラウディアの行動が証拠だ。彼女はあいつを守るために俺を。クラウディア？誤解だったんだ。クラウディアたちを見つけたのは本当に軍勢だったのに。クラウディアの死は俺のせいじゃ。クラウディア？ルドガーの知り合い、お母さんってこと？どっかで見たっけ。世界破壊数49。自分の限界をはっきり悟った。俺の才能では最強の称号どころかフル外角すら発動できない。あれフルじゃないんだ。今のルドガーはどうなんだろう。このままでは俺もリドーもあの人の道具にされるだけだ。あの人っていうのは社長のこと？だが俺には逃れる方法が一つだけあることに気づいた。クルスニク一族は目的のためには肉親すら利用する。俺も一族のやり方に習おう。肉親すら利用する、それがクラウディアってこと？でもクラウディアがうんたらの後なんだよねこれ。やっぱりそういうことだったか。ちょっと私には明確に見えないんだけど、そういうことって？ルドがユリウスをお前に何も話さなかった。そしてお前の時計を自分のものとして使ってたんだろ。時計は外角発動の鍵であり、能力者が持って生まれてくる唯一無二のもの。ユリウスは自分の力を底上げするためにルドガーを利用し力を奪ったんだ。あ、そういう意味にも捉えられる。まあ、単純に私は巻き込みたくなかったっていう愛の方向に見てるけど、肉親をも利用する、いや別のことなんじゃない？そんな、いや違うことと思うけどね。陸地、もしルドガーを利用するんだったらもっと違うことなんじゃない？時計？ジーヤは俺を信じて密かな戸籍操作と援助を承諾してくれた。俺を信じて、え、どういうこと？戸籍操作と援助？
これであいつは俺のものになる。ルドガーっていうこと？新しい生活を始めよう。なんとか生き残るために。腹違いって言ってるけど完全に他人っていうこと？え、でもクルスニク一族なんだよね。え、待って、わかんない。今のも聞いただろ、ユリウス自身が告白してるんだぜ。いや、なんか言葉そのもののそのままの意味じゃないような気がするけど、私が記号を見出しすぎなんかな。事実、奴はルドガーの時計を使ってスリークォーター外郭を発動させていた。スリークォーター、スリークォーター、クォーターが4分の1だよね。3分の1、どういうこと？ルドガーの入社を邪魔したのも小細工がバレないようにするためだろうさ。まあ、いうんぬんをその小細工って当てはめたらいけるっちゃいけるけど、ルドガー、お前も必死だったんだな、ユリウス。俺と同じようにさ。いや、私は言葉そのものとして受け取らないから。